はい、どうもこみです。さて本日はこちらの GS さんからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。CWL ですね、ミックス対戦。で、タウンホール12の中身を、本日はお届けしたいと思います。残念ながらね、星1差で負けてしまって、破壊率は勝ったんですけどってとこですね。まあこれ悔しかったと思うんですけども。ですね、今日の12なんですけども、合計5種類の編成をお話しさせてもらえたらなというふうに思ってまして、ただ結論から言うと、これ13とほぼ被るんですね。ただまあ、13での運用の仕方と12での運用の仕方、いやこれが多分違うと思いますので、そこら辺をですね、お届けできたらなというふうにも思います。で、まずですね、1本目いってみたいと思うんですが、こちらですね、こちらじゃないな、はい、こちらトキさんが取ってきて、くれてます。この前回がですね、まあ、結構安定感が高いんじゃないかなと思う、イエティボーラーですね。イエティラッシュ系の編成になります。おそらく12を使う方はこれがまず、相手の村がこんな風に施設が密集している場合ですね、壁の中にこう密集している場合は、わりかしやりやすいんじゃないかなっていう風に思います。まずグランドオーデンのお出火で、カットするんですが、本来13ならこのままでいいんですね。ただ、12の場合、なのか、まあ、これはトキさんのオリジナルなのか、グランドオーデンでここまでこうカットを入れていくじゃないですか。そうすると出てきたクイーンがですね、絶対に、よいしょ、クイーンが、それないんですね。こちら側にこう歩いていくという形ができます。ここがカットできているので。で、そうすることによって、アーチャークイーン、クイヒーパートの、逆走というのをきちっとケアして、その中でイエティをじゃあどこから出していくかという形になるわけですね。まあ、ギリギリ体力が削られてますけども、ヒーラーがちゃんとスイッチして、レイジヒーラーの形を取りながら、きちっとですね、アーチャークイーン体力の管理をしていきます。これうまいですね。こういうところが、自分だったらちょっと、うっかりクロークを使わされちゃうっていうケースもあり得ると思うんですけども、トキさんさすがですね。で、壁の中にこれもきっちり入れていきます。壁外の施設をカットすることによって中に入っていくというルートを作ってますね。ババヤンキングで3次方面カットして、イエティたちをこのジャンプの呪文がある、ここのダークエリポンプのところに一気に流していきます。角度をつけて入れているところも見逃せませんね。こう出してしまうと、こっちにこう逸れちゃうので、そうではなくって、この若干下側から出すことによって、こういう風に歩かせていく。で、上方向には行かせないということですね。はい、そういう形を作って、あとはレイジジャンプ、レイジを重ね掛けしていきながらタウンホール角に進めていくんですが、若干ババキンのこれカットが、間に合わなかったので、イエティが外に流れちゃったんですね。これだいぶ致命的だったと思うんですが、そこをきっちりホグライダーがカバーしてくれたっていうのが美味しかったですね。若干これ、巨爆のダメージは食らってしまってるんですけども、アーチャークイーンが、タウンホールを撃破して、で、ホグライダーが中心部に、イエティたちが少し戻ってきて、イエティたちと合流して、この中に入っていくという形になったので、結果的にはこのヒールの輪の中に、ホグライダー、ちょっとほぼほぼやられちゃいましたけども、ホグライダーとイエティが、両方とも入っていきながら、最終この九時方面の区画を撃破するという形ですね。まあ、こういう壁のね、この隙間、こういうところですね、この空いてるこの隙間って本当に、イエティ使うときにはなかなか難しくてですね、ケアするのが。ババキンでおそらくこちら側を全部カットしてから、イエティたちを中にこう入れていくというプランだったと思うんですけども、壁の外にね、出さされてしまったと。ただまあそこからの、落ち着いたリカバリーがさすがですね。結果的には外周を回したネクロマンサーがバーバリアンキングを守る働きをしてくれて、3体のネクロ全部ですね、こう生き残った状態で、ヒーローも、ババキンが着衣残して、全開という形です。うまいですね。さすがトキさんだなというアタックなんですけども。ですね、二つ目見ていきたいのは、この同じクイヒーの形からですね、クイヒーディガホグ、行ってみたいなというふうに思います。モエリンさんですね。はい。この方のね、クイヒディガホグは、すごいレベルが高くてですね、自分は多分なぞるのはまあ無理なアタックっていうぐらい、クイヒーパートがエグかったですね。で、アーチャークイーンとババリアンキングを出していきながら、これヒーラーをつけないのはですね、今、ヒーラーを出しちゃうと、ダメージが入ってるババリアンキングの方にヒーラーがいっちゃうんですね。なんで、アチャクイーンがダメージを受けて、ある程度ババキンが離れたところら辺を狙ってヒーラーを出していきます。で、こちら3次方面に出していたイエティ1個ですね、いましたけども、そいつがやられてからヒーラーを出すというところも見逃せません。アチャクイーンが体力全開になってしまうと、イエティの方にヒーラーが釣られちゃうということもありますので、
ヒーラーのダメージを負っているユニットを優先的に回復ターゲットにするという特性ですね。ここをしっかりと見極めて、まずアーチャークイーンにダメージが入るのを待ち、さらにエイティが落ちるのを待ってからのヒーラー展開という落ち着いた流れがさすがですね。相手のインフェルノドラゴンとあとネクロマンサー出てきますけども、ここしっかりフリーズと、ポイズンをかけていって、インフェルノドラゴンの、このインフェルノブレスっていうんですかね、これを、ケアしていきます。でイーグル砲が、壊れる前にスーパーボールブレーカーを打っていくっていうこのタイミングも見事ですね。こうすることによってイーグル砲の前の壁を、ウォールブレーカーで開けていきます。さらにさらにもう一層奥までこれは開けていきたいんですが、ここはですね、そうだ、開けていくと思ったら開けないんですよね。アーチャークイーンがここまで入ってから逆走というか、戻ってこう動き直すんですけども、動き倒したところで壁を狙っていきます。でこの、クロスボウのところら辺ですね、の壁に穴を開けようとするんですけども、残念ながらスーパーボールブレイカーが思いっきりですね、このダミー壁に捕まってダミー壁壊しちゃったというね、ちょっと多分これは予想外だったと思うんですが、なんでアーチャークイーン壁殴りますね。ただ、上方面ちょっと目をやってみると、ディガホグがしっかりタウンホールのところでトームを、の恩恵を受けながら、爆破ダメージを回避してさらにそのまま一気に進んでいきます。本来ですね、ターンホール12で、あ、13で空飛ディガホグする場合には、なるべくですね、今の環境、ターンホールと相手の援軍っていうのを、空飛パートで処理するということが結構重要になってくるんですけども、ターンホール12の場合、それが多分あまりないんだと思うんですね。なんでかというと、ターンホールの爆破ダメージをトームで回避してしまえば、もうそれで終わりなんですよね。13の場合って、7秒間かな、確か遅延効果がある。そこで、トームの効果が遅延効果時間の、そのなんていうユニットの被ダメージを回避するだけに使われてしまって、全体的に進軍に影響しなくなっちゃうんですね。ただ、ターンホール12の場合には爆破ダメージを別に受けないようにトームを使えば、無敵状態のホグライダーとディガーがガン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 進軍していきますので、これが12、13の、ターンホールに対するケアの仕方の違いなのかなと思います。要するに相手の防衛援軍とディガホグのルートが作れれば、こういう風にですね、グランドウォーデンプラスディガホグパートで、ターンホールを狙っていくという形が作れるということですね。いや、すごいですね。本当に。見てるともう芸術的なアタックになってきてしまっていて、一番最後はですね、割とやりやすい、編成を1個お話ししたいと思うんですけども、そこまではだいぶレベルが高いアタックをね、たくさん、もうじっくりと見てもらいたいというふうに思うんですが、これはですね、クイヒーラバルですね。で、天才を使っていきます。で、天才パートをどこに打つかというと、ここに打っていくんですね。相手の、エアスイーパー、クロスボウ、あとはインフェノタワーですね。これをしっかりと、ライトニングとクエイクで追っていきます。で、さらに援軍をまずこれ、釣り出してますね。バルーンで釣り出すのがポイントで、この防衛援軍をうっかりですね、ジャイアントとかで釣ってしまうと、本来処理しなくてもいい、陸にしか反応しない援軍まで釣っちゃうんですね。そうすると、クイヒーで、処理するにしても、当然手間取ってしまってあまりよろしくはないので、バルーンで釣っておくというのがポイントですね。そうすることによって、援軍処理の無駄に処理しなくてもいい援軍っていうのはもう処理しないという形が作れるというところですね。ポイズンの効果時間ギリギリですけども、フリーズ、あとはベビードラも添えれることによって、しっかりとここの、ストライカー、インフェルノドラゴン、ネクロマンサーを撃破。さらにバーバリアンキングで、これカットしているので、クイーンはしっかりこの大砲のある区画に、狭いところ入っていきますね。ホービング一発食らっちゃいましたけども、これは、仕方がないですね。なかなかバーバリキンと並行して歩かせているので、そこのケアってのは結構難しい。で、クロークも打たされてしまいましたが、ただここから先ですね、そんなにもアーチャークイーンを、怖がらせるような施設はないので、1層目の壁開けですね、これスーパーウォールブレーカーでして、さらに2層目、相手の対空砲をターゲットにスーパーウォールブレーカー展開していって、イーグル砲の区画にアーチャークイーンを進めていきますね。いや、お見事ですね。ババキンのフィストのタイミングもアーチャークイーンと並行するような、速度感で動くように、タイミングがかかっているところも見逃せません。で、そうすることによって、こうなんですね。もう完全に直線のコースができちゃってるので、ここからボマーを前、ここからこう当てていって、なおケアも、ちょっとバルーンとかもね、当ててケアをしますけども、メインの、バルーンっていうのは、ここですよね。まっすぐドカンと、
こうね、走っていってる。タウンホールに向けてまっしぐらという感じですね。タウンホールにはきっちりとフリーズをかけて固めながらの、さらに爆破ダメージに対してトーム、お見事ですね。もう完璧なケア。あとは、先ほども言いましたが遅延効果がないので、直下に打った、ヘイストに乗っかったバルーンが一気に加速して残った施設を無敵状態で破壊していくということですね。クイヒーもこのようにしっかりと最後まで生き残っているというところも、あのアタックの安定感ももう物語っているというか、もうさすがの一言ですね。ニョルディさんとおっしゃるんですかね。ちょっと、読み方が、間違ってたら申し訳ないんですが、ナイスアタックでした。でですね、やっぱりまあクイヒーガフを使う場合にはポイントになってくるのは、ここですね。クイヒーパートどうしても処理ができないけども、壁の中からクイーンを狙ってくる施設、こういうのシングルイン、マルチインフェルノとこの、クロスボウですね。これをもう、アシャクイで処理するには壁の中に入れないといけないんですけども、壁の中に入れちゃうとそこから先の、クイヒーのルートが非常に作りにくいと。なんで壁際を歩かせたいから、じゃあ中にある、手強い防衛はライトニングで壊しちゃおうということですね。そうすることによってこの壁際をこう、クイーン歩かせるというルートがね、作ることができます。これが安全に機能するというところですね。でそうすることによって、ラバルの直線的なルートを作ってあげて、あとその直線にラバルをまっすぐ走らせるというですね、アタックになってます。さて、ですね、4本目いってみましょうか。もう1個ですね、ラバルを見てもらえたらなというふうに思います。今度は、天才ラバルですね。孤立を見ていただきましょう。ロータスさんのアタックですね。これがね、まあすごいね、面白いというかうまいんですね。このタウンホール処理とヒーローパート、ここのね、8時9時面のところっていうのかな、8時面かな、を処理するヒーローパート、これがすごくうまいので、ぜひね、見てもらえたらというふうに思うんですけども、まずはウィザードで、迫撃砲カットですね。迫撃砲の影響範囲内に、ウィザードが、入ってないので、もうノーコストで壊せてますね。でさらにここ、今クロスボウと、あとは、アーチャークイーンにもダメージを入れたのかな、大砲と、あと、対空砲ですね。この区画をきっちりと壊していきます。でここを壊すことによってサイドカットになってですね、ベビードラゴンがここをカットしてくれてるじゃないですか。そうするとババキンとアーチャークイーンがきっちりこういう風に、壁の中に入っていく。こっちに関してはウィザードがこうカットしてくれてるんで、結局もうこの線の外にはみ出せないんですよね。でしっかりこの壁の中に入って相手のアーチャークイーン、さらには、大砲とかアーチャー塔とかですね、壊すことによって、きっちりと面でのカットをしている。で今ちょっと話してたらすいません、少し見るのを遅れちゃったんですけども、これですね、タウンホールの撃破、ここには今、ウォールバスターを立っていて、中から、スニークゴブリンとイエティを出してきました。でこうすることによって、タウンホールをほぼノーコストで壊しちゃうんですね。でさらにこのタウンホールの撃破っていうのがラバルのルート作りにもつながっています。要するに、こっち側も完全にヒーローと呪文で、壊してしまっているわけですよね。でここに関しても防衛施設をきっちりと、今、ウォールバスターを使って壊したので、ラバルのルートは必然的にこんな風にまあなっていくわけですね。はい、こんなような形にしていく。まあ、最初こそ狭く、ユニットを進めていって、ただ後半に関しては、バルーン部隊っていうのを、1次方面から加えていって、最後ですね、終着地点を10時方面に持っていくというような形を作っていってます。これ、うっかりですね、バルーンを全部ここからドバーッと出してしまうと、ちっちゃうんですね、こういうふうにわーっと。これはあまり良くないので、ロータスさんですね、しっかりとバルーンの本体っていうのを、4時方面から出すんですけども、ばらけるところで追加のバルーンをこうね、入れていくっていうことを忘れてなかったところがすごい見事ですね。どこにやっぱバルーンは最後着地点を持っていくかってことを考えながら使うのが多分大事なんだろうなというふうに思ってまして、まあ、自分はそういうふうに意識してるんですけども、今回のロータスはここですね、完全に今このババキンが倒れているこの領域ですね、ここに着地点を持っていくために、幅寄せするバルーンを、1時2時方面から出していったというところですね。さて、ではですね、最後、4番見ていきましょう。これがですね、自分的にはだいぶ、使える時には刺さる編成なんじゃないかなって思いました。これ自由のユーザー、初見でこれをやってるんですが、理想はおそらくですけども、秘書権で狙える時には一番、効率的なんじゃないかなっていうふうに思います。天才ドラゴンですね。
何をするかというと、タウンホール11、10と同じですね、対空砲とエアスイーパーを巻き込んで、ライトニングクエイクで折っていくというパターンで、スーパーボールブレーカーを使って相手のタウンホール周りのところの壁に穴を開けていきましたね。でこうすることによってアーチャークイーンをしっかりタウンホールに入れていきます。これバルーン2体がこれサイドカットの役目してますね。お見事ですね。こうすることによって、ベビードラとキングのカットにより、アーチャークイーンのタウンホールをちゃんとターゲティングすることができるということですね。今クエイクを打ってますけども、ライトニングとクエイクの呪文それぞれ使ってタウンホールでもない失礼しました、対空砲を合計3本折っておきましたね。でさらに1個、安いバッコにあったものも、処理してますね。でこうするともう序盤ですね、すみません失礼しました、序盤に、ドラゴンが相対するここの対空砲マルチインフェルノ、あとクロスボウですね、あとイーグル砲の着弾もあると思うんですけども、ここにレイジトームを与えて一気に突破してしまえば、あとは、はい、もう怖い説が、まあそんないっぱいないんですよね。陸のクロスボウがあって、あと防衛援軍がいて、であとは、マルチインフェルノがありますけども、ここまで序盤を一気にレイジトームで突破できさえすれば、あとは残ったドラゴンたちがガンガン押してくれるということですね。ドラゴンのルートこんな風に見てたんじゃないかなと思います。結構ドラゴンは幅広いルートでもまあそこそこいけるんですけども、こちら側残ってしまったヒーローたちで処理できなかったところにはこのボマを当ててカットすることによって、ドラゴンたちをまっすぐこうですね進めていくような、まあ、そんなルートが描けたというところですね。これ今でこそやっぱりストライカーとかネクロなんかが入っているケース多いんですけども、ボーイングの中身が、まあ、例えばラバハウンドだったり、っていうような陸にしか反応しないユニットが入っている場合にはなおさらこういう攻め方って刺さるんじゃないかなと思います。ライトニングとクエイクで相手の対空砲を潰しておいて、防衛援軍は無視する形で、ドラゴンパートを展開していくというような形ですね。今回で言えば、相手のターン、クラウンジョってここにあるので、結構影響範囲って、下側に寄ってますよね。この辺はいくらヒーローを使っても援軍を呼ばないので、特にこのタウンホールをヒーローで処理する、しながら、ドラゴンのルートを作るっていう、まあ、こういうルート作りですね。こういうルート作りっていうのはすごい合理的ですよね。はい。という形でした。どうですかね、タウンホール12やってらっしゃることなんか一つでもですね、この攻めちょっとやってみたいなというような参考になる攻めがあればとても嬉しいなというふうに思うんですが、今回までですね、2回 GS さんの収録をさせていただいて、すいません感じだったさせていただいて、11と12の、まあ、戦術の盛り合わせ的なものをまずお届けいたしましたが、これからは11と12をこうミックスしながらですね、特定の攻めにこうフォーカスしながら、収録して皆さんにお届けできたらなというふうに思ってます。なので本日はドラゴン編成とか、今日は、ディガホグ編成とかいうことですね、いう形でやっていきたいというふうに思いますので、ぜひですねタウンホール13だけではなくて11、12の方にも役立つ動画を上げていきたいと思いますので、また今後ともぜひご視聴いただけたら嬉しいです。そしてこの動画参考になっているということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで本日はこの辺りで、動画終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。